木をやったことは O から B へ直接の波が伝わっていきます。直接の波が伝わっていきます。でもう一つ O からこの壁ね、壁、こっちは水なんですよ。水がここカエルが暴れるわけね、ピョン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 って言ったら輪っかがこう広がっていくわけね。で壁に当たってここに跳ね返るんだけども、斜線という波が進んでいく方向を示す線を書くには、 O と壁に対して対称な点 O' をここ3ラムダね、垂直ね、 O' を見つけて O' から B に向かって直線を引いてやれば、壁との交点、ここで反射した波が B 点に行くんですよ。こういう波が黄色と緑がぶつかって、ここが、強めあったり弱めあったりっていうのが分かるわけね。干渉が分かるわけ。緑の距離と黄色の距離を差し引きすることによって、 B 点は強め合う場所か弱め合う場所かが分かるわけね。でここまで来たら気づくと思うんやけども、もうもはや壁はいらないんですよ、ね、O 点から直接来る波と跳ね返ってくる波、しかもここが自由端ですから連続してくるわけです。壁で山になってんのに谷底から始まったりはしない。この緑の線上を山谷山谷山の途中、次上がって谷山ってこう続いてくるわけね。何もカクンと変わらないわけ。っていうことは、もうこの緑の線を考えるのはやめて、もう壁もなしで O と O' から波がやってきてるでいいわけですよ、ね、O と O' に波源があって、それぞれから波が B 点にやってきてると考えて何も問題ないわけです。そう考えると2年かな、2年生でやったこういうやつね、この2つの、これはあのメジャーです。メジャーがついてる場所が2つの波源から波が広がっていくわけね。波源から波がこう広がっていきます。でこれも今静止画像やけども、本当は動画ね。これがこの輪っかがぐわーんと広がっていくわけ、こっちから輪っかがわーっと広がっていくわけ、本当はね動画になってるの、OK？ で今描いた線は、まあ、山です。この間に谷が入ります、ね、全部実線の間に谷の線が、強め合うところはこういう実線と実線、点線と点線、ね、山と山で大山や、谷と谷で大谷、大山大谷、大山大谷といくわけね。大谷ここ大山ね、大谷大山大谷大山大谷大山というわけね。こんなんがここにもあるし、ここにもあるしっていう風に引いていくと、こんなものができてきた。これが原線やね。原線です。それから実線と点線が交わってくる。実線と点線。この間にあるな。実線と点線ね。あ、波って動画やねんなって気づいたから、せっかくなんで
確認してほしいんやけども、これ赤白今塗ったんだな、これ赤白ね、これはこのメジャーのケースから波が出てくるわけです。赤が山です、白が谷です。よーいどん、はい、山出ました、谷出ました、山谷山谷山谷、ずーっとこう広がっていくわけです。これも今右斜め上向きしかやってないけども、ここから全方向に赤白の輪っかが広がっていってるというイメージを頭の中にいてね、全方向にいってるわけで、この緑の線上、例えばこの点、この点はこの距離、波長10センチです。実線から実線までが波長10センチです。この波がね、10、20、30、40センチ、 L1L2 は当然40センチ、ね、L1 に行く L2 は0、0は0ラムダやから強め合ってるわけ。この点はね、この点はどうですか、50と40なんですよ、ね、この点は40、60なんです。だから20、差が20やから20は、うん、そう待てよ、70か、10、20、30、40、50、60と10、20、30、40、差が20やから、2ラムダだから強めや、ここは差が、10やから1ラムダやから強めやね、っていう。だからこいつは、こいつは M が1、0の強め合う点、 M が1、M が2、M が1、M が2の強め合う点、それが分かります。だからこの黄色い点、ここの黄色い点はこういうのか、ここ、ここはここまで40、ここは50、45やな、左側の円の半径45センチ、右側は10、20、30、40です。だから、0.5 ラムダやな、 5センチやから 0.5 ラムダね、 L1-L2 は 0.5 ラムダだから、弱め合ってるわけ、ね、で、で、実際にはここは左側から、はい、山出ました、ここまで山が行ってるわけ。でもこれはさらに行くわけですよ、ずーっとね。でこちら側からも波がやってきてずーっと来てるわけで、さらに行くわけですよ。はい、今同時に波が出ました。ここで山と山がぶつかって、現在この点は大山です。ちょっと時間経つぞ、ちょっと時間経つと両方こう進んでいきます。はい、ここは今白い部分が重なりましたから大谷になりましたね。もっと進んでいきます。はい、大山になりました、大谷になりました、大山になりました、大谷になりました、 OK。 だからここは、ここはこの腹っていうのは大山になったり大谷になったりしてるわけで、ここに船を浮かべたら、ここはうわー高い、うわー低い、うわー高い、うわー低いってなってるわけね。この線上、黄色い線上はどうですか、黄色い線上はこう、これのこことここが当たってるわけ、赤と白が当たってるわけ今ね。はい、次は、次は白と赤が当たってるわけ、山と谷が当たってる、次は山と谷が当たってるわけ、谷と山が当たってるわけ、山と谷が当たってるわけで、常に中山と中谷、大山と大谷っていうふうに常に潰れてるの、だからこの絵を理解してほしいんやけども、黄色い線に船を浮かべたらずーっと静かに、船は上位に揺れません。この黄色い線上に、これ、これプールやね、プール、ね、2か所で暴れてるわけよ、ね、で黄色い線上に船を浮かべたら上下に全く揺れません。で緑の線に浮かべたらものすごい上下に揺れるわけで、動きとしたらこの緑の線は大山大谷、大山大谷がこう動いていくんですよね、こう動いていくんですよね、こういうふうに動いていくの、大山大谷の恐竜の背中みたいなやつがぐーっと動いていくわけ。その間には谷があるんやけども、ここはもう真っ平ら、ずーっと見えてるわけ、真っ平ら。ここに船を浮かべたら
真っ平な水面が見えていて、両側をこういう波がぐわーっと動いているような状態で、ここの間はどうですか。ここよく出るな。この間はどうですか。この間はこういってるわけ、こういってるわけ、ね、両側から波がずーっとこう来るわけです。これはこっちを入射波として、これを反射波とすると、入射波と反射波が上手に影響を及ぼし合うと、この間には定常波ができる、ね、これは定常波ができる。定常波のここに腹が出てる。ここ節や、ここ腹や、節や、腹や、節や、腹や、節や、腹や、こんな感じ。腹の部分が腹線を作ってるわけ、節の部分が節線を作ってるわけ。ここで腹になったり節になったり、腹になったり節になったりっていう、まあ、波源みたいなもの、この芋がね、波源みたいなものになって、こっちへ広がっていく、こっちへ広がっていく。ここは定常波ができます。ここはどうですか。ここもよく出ますよ。ここはどうですか。よーい、スタート。ね、今これたまたま赤同士白同士重なって動いていくから、大山大谷の波が進んでいく、まあ、この感覚によってはこうなる場合もあります。赤と白が潰し合っている場合、ぺったんこのまんまっていうパターンもあります。今ちょうどこれ3波長になるようにしてあるから、ね、L1-L2 が3波長、3ラムダになるようにしてるから、今強め合ってるんやけども、 3.5 波長やったらこうなるね、潰し合って平地のまんま、ね、こっち側も一緒ね。だからここはこの絵では腹線です。進行していきます。大山大谷が右へ移動していく、左へ移動していく。この波源の感覚によっては節線になります。 OK 動画になった。波源 O と O' の間には定常波ができています。で、ここは左右に動きません。定常波です。揺れない部分と大きく揺れる部分が交互に現れる定常波。あとは腹線と節線が周りにあります、ね、両端はこの O と O' の距離によって変わりますが、ここに見えてくるな。これが見えてくるね。見えた O と O' のど真ん中はこうやってくるんだから、絶対に山先頭できたらここは絶対お山になるわけ。ここは腹線ができてるはずなんです。ね、このライン上は L1-L2 が0のところが、これ腹線ね、が見えましたよ。はい、で3番で聞いてるのは OA 上、ここね、 OA 上で見える、ここです。ここにあるのは何ですか。何波です。ここもですよ。ここは壁の向こうやから聞いてこれないけども、ここには何波がありますかが OA です。その様子を図2に書きなさいっていう問題。はい、これ何波ですか。もういいね。定常波です。スタンディングウェイ定常波です。定常波ね、絵に書きなさい。これ大事だな。定常波は絵に書く。もうこれ消すで。O と O' は真ん中に A がある、ね、この距離は6ラムダあります、ね、ここに定常波がある。書き方よね。まずど真ん中1番 A 点は腹です。節じゃありません、ね、これは、はい、前見て、ここから用意ドン。山が両方から出ます。
必ずど真ん中の A では山と山が重なります。だから絶対大山ができんね。ここは強め合う場所で、ど真ん中は強め合う場所だから、もうここに定常波の腹ができますよが決まる。こっから書いていくんだ、両側にね。真ん中これ逆位相やったらね、こっちから山が出てて、こっちから節が出ました。あ、節じゃない、谷が出ました。これがぶつかるとここでペタボだな。真ん中は山と谷がぶつかるから、ここはペタンコになる、節になる。逆位相やったらね、今同位相やから真ん中は絶対腹になります。はい、2番目、定常波。定常波とは、定常波の波長は元の波の波長とイコール、元の波の波長はラムダです。分かるね。あとはね、定常波の波長とは どれを言うのかっていうのを知っとかないといけませんよね。これですね、これが定常波の波長です。イモ2個分のことを定常波の波長と言います。これがラムダ、ラムダです。だからここに3ラムダあるわけで、ね、何個入るのか。これは2分のラムダですよ。イボ1個は2分のラムダなんですよ。3ラムダの中に何個入りますか。6個やな。6個やな。2分のラムダやから3ラムダあれば6個入るね。6個で、まあ、半分だけしか入ってへんから12等分しとこっか。これね、絵の描き方12等分 A 点の真ん中から、はい、半分3等分12等分しました。どうですか、合ってますか。これがラムダです。これがラムダです。これと1個半と半でラムダです。3ラムダになりました。はい、ね、この壁がないとしたら O'間にはこんだけ細かい定常波ができています。で、実際にこの右側はないんです。ここはないんです。壁の向こう側には波が行ってない、ここはないんです。見えてないだけで、この腹の部分からここに腹線が出ていってるわけ。ここね、腹線が出ていってるわけ。OK、 見えてきましたか。その腹線の上のどれかがここを通ってるわけね。 B 点を通っててここで強み合ってるわけです。グラフ的にはこうなってて、ここで終わりね。ここをね、ここが 2A です。あ、2スモール A かな。頑張る。元の波の振幅を A とすれば、定常波の振幅は 2A だ。ここは 2A ね、ここマイナス 2A ね。山と山ぶつかって、A と A の山がぶつかったら 2A になりますもんね。4番は、さっき言いましたね、この腹線は M が0の腹線です。で、L1-L2 が0ラムダ、これ M な、0ラムダの場所をつなげたらこの線になる。で、ここは M=1 です。
M イコール2の原線、M イコール3です、M イコール4です、M イコール5まで原線があるわけです。いいかな？で、B 点は、M は何ですか？ B 点は。B 点の、ここの L1 イク L2 は何番かで求めたら、8ラムダとこれ10ラムダだったら、は2ラムダですよね。ここは M が2なんです。ここは M が2なんです。M が2のこの辺に B 点があるわけ。M が2の原線に乗ってるわけ。OK。ここには、ここ0としてあと5本ある。1、2、3、4、5本の原線が出てるんやけども、2番がここ通ってるわけね。1番はこの辺通ってるわけね。0番ここ通ってるわけね。3番この辺通るわけね。4番この辺通るわけね。5番この辺通るわけね。が見えてきました。 OK。 で OB 間、 OB 間には原かな節かな、弱め合う点はいくつあるかやから、節線はいくつ通りますかという問題。節線はいくつ通りますかという。ここ見えたら2番が通るんや。ここの間に1本節線があるような、弱め合う点がある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 。1、2、3、4個絵が見えたら節4個。